皆さんこんにちは、農研機構の田口と申します。私は農業経営に関する研究を行っております。今回の授業では、3つのトピックスについてお話ししたいと思います。1つは食料自給率の話です。カロリーで計算した自給率は、1965年頃には 70% 程度ありましたけども、現在は 40% 程度にまで、減少しています。なぜこのような現象が起きたのかについて、農業生産側の話と、食料消費側の話、それぞれについてお話ししたいと思います。2つ目は、輸入農産物と国産農産物の価格差に関する、話です。一般的にどの品目でも、輸入農産物の方が安いことになっています。そういうことが多いですけども、なぜそういう価格差が生まれるのかについて今回授業の中で皆さんと一緒に考えていきたいと思います。最後に、3つ目として、現在農業政策でも注目されています農業の6次産業化に関するお話です。農業者が、作った農産物を加工したり、店舗で直接販売したり、あるいは、自分の作った農産物を料理して、レストランで提供するというようなことを、農業の6次産業化と言いますけれども、このような6次産業化が、これから、どのように、広まっていくのかについて、皆さんと一緒に、考えていきたいと思います。それではどうぞよろしくお願いいたします。